会場の例北大学力増進会札幌前田会場会場の例北大学力増進会札幌定年駅前会場株式会社進学会は日本の学習塾スポーツクラブなどの運営企業本社は北海道札幌市東京証券取引所第一部上場北海道東北を主な地盤としており特に北海道では 北大学力増進会の名称で、連成会グループや、ニスコグループと並び、北海道を代表する学習塾チェーンとしての地位を確立している。創業者の平井睦夫が代表取締役会長で、前代表取締役社長は、息子の平井隆弘。進学会では、入塾した生徒が受ける、通常の授業のことを、継続授業と呼ぶ。 指導理念は、継続は、力なり、UVGOD THE POWER。小学生から高校生まで様々なコースを、設定して指導している。2012年4月3日、同会の教材に、国語と英語の教科書がほぼそのまま引用されている、ことが報道された。教科書会社から著作権管理を委託されている、一般社団法人、教学図書協会によると、 進学会が許諾を得ないまま無断利用した疑いがあるとみている。進学会は担当者が席を外しているとして回答をしていない。講師の学歴について国公立大学卒は14%程度であるにもかかわらず国公立大学在学中のアルバイトの講師を含めた割合で広告を出していた。消費者庁から 景品表示法違反として2014年5月、社名公表を受ける。2008年6月に、幼児向け教育大手の子どもクラブを運営する新日本教育株式会社を買収することで合意し、今後0歳児高校までの幅広い一貫教育を展開する予定であったが、同社の会計処理に問題があることが発覚したため、同年12月に買収の中止を発表した。 北大学力増進会は当社の登録商標だが1987年7月9日に商標登録出願したもののこの出願の8日前に増進会出版社が東大学力増進会の登録を出願しているためか1989年9月22日付で拒絶査定され不服審判の末1996年11月29日に 登録された。2011年には、栄光ゼミナールを運営する、株式会社栄光と、資本業務提携を結んだが、翌2012年に、前述の著作権侵害問題が発覚した、ことなどから、栄光側が、資本業務提携の解消を通告。進学会はその後の子会社の、進学会ホールディングスを通じ、 持ち株会社である栄光ホールディングスの株式を保有し続けていたが2015年5月に増進会出版社が栄光 HD に対する株式公開買付を行うことを発表したためこれに先立ち実施された自己株式公開買付において新学会ホールディングスは全株式を手放した2014年には関西を地盤とする 浜学園と提携、両者の合弁企業、浜進学会を設立した。当面は愛知県において同ブランドでの学習塾展開を行う。四国で学習塾を展開している四国進学会とは、資本も含め一切関係はない。ありがとうございます。